はい、マスディビでーす。はい、今日はですね、なんかすごいもの手に入れちゃいました。それがこちら、じゃーん。これ一体なんだかわかりますでしょうか。日本一長いマシュマロかなということでですね、もしかしたら日本一長いかもしれないマシュマロらしいんです。50センチぐらいあるんじゃないでしょうか。はい、でね、今日はね、この日本一長いかもしれないマシュマロを食べていくんですけど、どうにかね、いろんなね、マシュマロの美味しい食べ方を、これを使って僕がね、皆さんにね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。タンタラダーン、チャン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 チャラジャン。おー、すげー長えこれ。ほら、すごい。袋から開けるとね、本当にね、長い。では、一口でいただきたいと思います。いただきまーす。うまいーなんてね、食べてないですけど。ではね、本当に一口いただきます。本当にただのマシュマロだ、これ。シュッと切っちゃいます。じゃじゃーん、マシュマロね、4等分しました。ほら、そうするとね、もっと長い、サキイカみたいな感じでね、さーって裂けたんですけど、ほら、こういう長いマシュマロになりました。でね、4等分ってことで、あとの2つはね、こういう風な感じでね、ほら、おしゃれでしょ?非常におしゃれなマシュマロになりました。では、美味しくマシュマロを食べる方法、1つ目。それがね、こちらのね、牛乳を使っていきます。で、牛乳をコップに入れまして、これを沸騰しない程度に電子レンジで温めていきます。はい、牛乳が温まりました。はい、で、この牛乳にですね、さっきのとぐろを巻いたこちらのババババーンマシュマロを乗っけます。残念、一つ気づきましたけど、このカップオーブントースターに入りません。はい、ということでこちらのね、頭の低いやつに入れ替えて、これで少し焼いていきます。おー、オーブントースターにかけてたらね、焼き目がついてきました。うまそう、マジですげえうまそうにできました。じゃじゃーん、こういう感じになりました。美味しそう。ここが外がカリカリ、ほらカリカリしてて、こういう風に中はほらふわふわ、ホットミルクっていうのかな、になりました。ではいただきまーす。うまっ。本当にカリカリでふわふわ。しかもそのマシュマロの甘さと牛乳のこのまろやかさが全部絶妙にマッチして、めちゃめちゃうまい。え、想像めちゃめちゃ超えてた。え、こんなうまいなんてやばい。美味しいマシュマロの食べ方その2、アイスクリームにしちゃおうです。じゃーん、こういう感じで熱した牛乳とマシュマロを混ぜます。これをすくいまして、お皿に入れていきます。しょ、はい、で、このようにお皿に入れたマシュマロと牛乳を外で冷やします。僕の地域は極寒の地なので、すぐ冷えます。で、ちなみに昨日のオラフはこういう風になっちゃいました。見えますかね、ここだけ人参にだだ寒い。ではね、この冷やしてる間にあと2つね、マシュマロの食べ方やっていきたいと思います。はい、で、次の食べ方がね、こちらです。ポン、電子レンジで温めてみようっていうことでね、このね、とぐろを巻いたこのマシュマロをね、電子レンジにかけていくとこのようになっていきます。おお、待て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 、おお、でけえ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 、すごい、おお、すげえ、おお、おお、任せた、おお、でけえ、すごいぞ、おお、でけえ、なんか、その、ジョコっていうか、リアルセンサー、おー、すごいでかくなったー。ここまでが限界か。完成らしいです。これ自動なんで。おー、すげーでかくなりました。これが電子レンジにかけたマシュマロです。お、すごい。めっちゃ伸びる。めっちゃ伸びる。いただきます。なんかね、飴食べてるみたいな、そんな気分になる、これマシュマロですね。はい、そして次の食べ方はね、僕がね、昔一番やった食べ方ですね。このチャッカマンで燃やします。タタタタタ、まあ良い子はぜひ気をつけてやってください。こういうのを親がいるところでやってください。
そうするとほらほらほら、こういう風にね、今焦げ焦げになっちゃいましたけど、もうちょっとうまく焼けるんです。こういう風に焼けました。これね、焼きマシュマロなんですけど、これがね死ぬほどうまい。ではいただきます。うまい。よくねバーベキューとかでもやる食べ方ですけど、これがね僕的にはね結構好きです。うん、ほんと昔これやって怒られたことあります。はい、そして最後の食べ方ようやくできましたよ。アイスクリーム、ほらこういう風にね外で冷やしてたらすごくねこうちゃんとアイスクリームな感じになりました。果たしてね味はどうなのかってことですよね。ではいただきまーす。いただきます。うまい。スーパーカップみたい。なんかスーパーカップみたいな滑らかさありますね。で、意外と甘さも牛乳の甘さっぽい感じなんで甘すぎない。うまいねこれ。本当にアイスクリームできました。で、正直ね、一番おすすめする食べ方は、一番最初に紹介したミルクと、マシュマロを電子レンジに入れて焼くやつです。あれは、本気でマジで超うまかったっす。で、あんまりおすすめしないのは電子レンジですね。あれ、飴になるだけなんで。といった印象でした。はい、でもね、すごいマシュマロ一つでね、こんなにいろんな食べ方ができるなんて面白いなと思ったんで、ぜひ皆さんもよかったらやってみてください。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。